週末は湿った空気や気圧の谷の影響で雨となりそうです。室澤さん、この週末も天気が崩れそうですか？そうですね、まあ、土曜日から日曜日にかけてというところで、はい、また雨の降るところが多くなるかなといった感じになりそうです。はい、ではまず気圧配置からいきましょう。こちら13日土曜日午前9時の予想天気図なんですが、まあ、高気圧の中心東の方に離れていくということもあるので、その西側の方、この高気圧の周りを回って湿った空気がぐーっとこう入りやすくなってくるといった状況となります。で、あとはこの湿った空気がどこまで入るのかというところもあるんですけども、はい、でここで今度は上空の天気図、5500メートル付近の高層の天気図で見てみるとですね、北日本の方ですけど、この辺り画面上から下に向かって、下から上に向かってちょっとこう飛び出してますよね、はい、これは一言で言うと上空の高気圧なんですよ。なので比較的北日本の方はまだこのタイミングだと晴れるかなといった状況になりそうです、はい。で続いて今度はこちら14日日曜日ですけども、さらに高気圧の方は離れていく形になります。そうなってくると湿った空気がもっとこう入りやすくなってくるわけなんですが、はい、これともう一度先ほどの上空の天気図の方で見ていくとですね、これ13日でした、はい、北日本高気圧ありますよというお話したんですけど、14日になると今度は逆に上から下に向かってこう飛び出しているやつがあります。これがいわゆる気圧の谷なんですね、はい、で今度はこの気圧の谷の影響も受けるので、北日本の方でも雨の方が降り出してくる。で、アイコンの方で見ていくとこうなります。まず13日の土曜日では主に西日本東日本というところが中心で雨の方が降りやすくなる。で14日に関しては北日本の方も含めた形で、雨の範囲としては土曜日よりも日曜日の方が広くなってくるといった状況となりそうですね。はい、わかりました。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧ください。